さあ始まりました鉄トークの時間です。この番組は鉄道が大好きな人をゲストに迎えて自身の鉄道趣味について熱く語ってもらう番組です。お相手は私、新潟大学経済学部1年斉藤修平です。よろしくお願いします。さあ本日のゲストをご紹介しましょう。本日のゲスト、この方です。どうぞ。はじめまして、新潟大学医学部1年の中川圭と申します。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ中川さん、はい、まずお聞きしたいんですが、はい、中川さんが鉄道を好きになったきっかけっていうのはどういったことなんでしょうか。あ、はい、まず私は、はい、もう亡くなってしまったもの、歴史とかそういうものの痕跡を探るのが好きで、はい、その一環で廃線跡を歩いてたんですね、はい、でそうしてどんどん鉄道の世界にのめり込んでいった感じなんですけ ど、なるほど。今回はもう一つの別の痕跡、はい、鉄道部品を語ってみようと思います。鉄道部品ですか、はい、鉄道部品っていうのは具体的にどういったものなんですか。はい、電車もだんだん古くなると新しいものに交換されますよね、はい、そうですね。それで古い電車は解体されちゃうんですけども、はい、その際にいろんな部品を、はい、マニア向けに鉄道学会社が売ってくれるんです、はい、あ、なるほど。それを集めたりなんぞしております。あ、なるほど、はいはい、今こちらにちょっと部品用意していただいたんですけど、はい、ちょっと紹介してもらっていいですか。はい、では最初にこちらのスピードメーターをご覧ください。これは新潟交通の電車線、今はなくなってしまったんですけども、はい、そこで走ってました電車の速度計でして、はい、このスピードメーターの裏側を見ますと、はい、こちら側に搭載してた電車の番号が映るんですね。あ、電車の種類ですか。はい、ここに2230って書いてあると思うんですけども、はい、これ2230号で使ってたという証なんですね。なるほど。でもその電車でしか使っていない。そうですね、レアものです。なるほど、はい、結構こう厚さあるんですね。ちょっとそうですね、結構重みもありますしね、はい、こんな感じですね。あ、なるほど。ここにはい、これはどういった経緯でこう手に入れたんですか。あ、はい、これは新潟大学に入学した時に、はい、せっかく新潟に行くので、はい、記念になんかお守りをと思って探したら、ちょうど売ってましたので、はい、手に入れちゃいました。なるほど、お守りとしてもそうですね、はい、なるほど。次に紹介しますのが、はい、写真の方でも表示してるんですけども、はい、JR の電車の行き先方向幕なんですね。行き先方向幕、はい、行き先方向幕、電車のなんかよく先頭とか側面見るとどこ行きって書いてあるじゃないですか。ありますね、新潟行きとか、はい、長岡行きとか。あれが全部幕が使われなくなったものを売ってまして、はい、今表示してるのは、はい、京浜東北線で使ってたものなんですね、はい、でこれと駅名表のセットで東十条って書いてあると思うんですけども、ありますね、赤い字の快速って書いてある、はい、快速東十条、はい、でこれが搭載してた電車が次の写真で、はい、京浜東北線で走ってた電車なんですけども、はい、赤い矢印のとこに同じようなものが、はい、あ、本当ですね、快速豊富な駅、はい、これを取り出してうちで飾っております。なるほど、はい、もうこの電車も引退しちゃったんですけども、ね、はい、それもまた売られてマニア向けにやられてるってことですね、はい、で次ご紹介するのが、はい、こちらの部品ですね、はい、こちらの部品は車掌スイッチって言いまして、電車がドア閉まりますっていう時に車掌さんがこれを押すんですね、はいはい、例えばこちらをパチッってやると、はい、ドアがプシューって開くんですよ、はいはい、で逆にこれをプシュッってやると、はい、ドアがプシューって閉まるんですね。あ、じゃあ運転席について車掌さんがいじるやつ、はい、この次の写真に実物のこれって書いてあるところにあるんですけども、はい、同じ形を、あー、なるほど、はい、まさに同じやつですね。もうこの電車も引退しつつあって悲しいんですけども、あ、はい、そうですか。で今日ケーキとして紹介しておきたい部品がもう一つありまして、はい、あ、こちらの部品なんですね。こちらは205系っていう埼京線の電車に搭載してた電車の、はい、部品なんですけども、はい、ちょうどこのボタンを押すと座席が収納されるとかそういう感じなんですよ。座席が収納されるんですか、はい、東京の電車では、はい、通勤時に座席の収納があるんですよ、ポタンと。こうすごい人がいっぱい乗ってるから、ために、ね、座席の部分も人乗せようということで、はい、座席をこう上げるんですね。そうです、それの操作スイッチですね。あ、じゃあこれを押すともう電車の座席全部こう上がるんですか。全部じゃないんですけども上がる車両があります。あ、でこれが搭載してた車両が、はい、今画面に映っております電車の左側なんですね、はい、あ、ちょっと古い方、ちょっと古めですね。これ大宮駅ってところで撮りまして、はい、左側が205系電車、右が最新の E233 っていう車両なんですね、はい、これ地元なんですけども、はい、この205系が
今引退しつつあるんですね。あ、そうなんですか。じゃあ右の車両にこう取り替わって、どんどん変わってて、はい、今日はこの205系についてちょっと後半でちょっと語ろうと、はい、で先ほどお示しした部品は、はい、今写真の矢印、赤い矢印のところについてるやつと同じなんですけど、はい、分かりますかね。これは運転席ではなくてこの運転席と車両の中に、そうですね、車両の運転席と、はい、あの客室の間の壁があるじゃないですか、はいはい、あそこにつけてあったものを出回りました、はい、なるほど。ではこの205系について続いて語ろうと思います、はい、そもそも電車ってものも進化するものでして、はい、あの今後ろに表示してあります、はい、車のやつで一番古いのが左上の、はい、水色の電車ですね。なんかいかにも古そうな、そうですね、なんか昭和の匂いがしますね。これあの国鉄が1960年頃に作ってた電車で、はい、101系って言うんですけども、はい、戦後の国鉄の電車の元祖とも言える存在で、はい、高度経済成長を支えたような、ね、この電車があったから、はい、後のいろんな電車ができたっていう、ご先祖様的な存在なんですね。これがその電車の礎というか、そうです、まさにその通りです。で、その右に今紹介した205系があります、ね、はい、佐京さんので、この205系は1985年に登場して、はい、ちょうど民営化の時代と重なるんですね。ああ、JR になったのか、はい、国鉄なので国鉄から JR への過渡期的な存在ですね、はい、あ、なるほど。これ国鉄の時に作られた車両、国鉄に時代に設計されて、はいはい、JR まで製造が続いた感じですね。あ、なるほど。で JR が打ち出した新系列電車として、はい、左下の209系、ああ、これがあの、まあ、平成の電車の元になったと言ってもいい素晴らしい電車なんですけども、ああ、これさっきの方向幕の出した、ズバリそれです、京浜東北線の電車と同じやつですね。あの行き先を見てもらうと分かると思うんですけども、はい、行き先があのさっきが幕だったじゃないですか、はいはい、白い、でも今のこれ LED に交換されちゃったんですね。あ、なるほど、はい、あ、リニューアルしてじゃあ違う路線で使ってるんですか。そうです、まさにそんな感じで、まあ、方向幕はいらなくなったんで、はい、もらったということで、あ、なるほど。で最新型が写真の右下の方の E233 と言いまして、はい、これあの上の205を追い出してる悪者なんですが、あ、悪者なんですか、はい、最新型でなんと新潟の新津というところで製造してるんですね。あ、そうなんですか、はい、実は電車の工場があって、はい、でまあ、新潟にはなかなか新車が来なかったんですが、今年から多分来ると思うの で、 ああ、そうです、ね、皆さんお待ちしててください。この205系から209系にこう JR の時に変わりましたけど、はい、具体的にどういう違いっていうかあるんですか。そうですね、今いろんな改良点があるんですけども、はい、でも一つには VVVF インバーターっていろんな新技術が、はい、まあ、205もだいぶ革新的だったんですけども、はい、209でいろんな技術が集められて、最新のエンジンといいますか、そうですね、まあいろんな試験車的な存在でもありまして、あ、この209の欠点を参考によりいい電車を作ってやったっていう感じですね。あ、なるほど。でその改良版が233系、そうですね、最新の改良版が今後ですね。あ、じゃあでも今日は私の好きな205の方にちょっと着目して、はいはい、この電車ですか。はい、このちょっと正面から見たの初めてだったんですけども、はい、この線路上がれないですね。そうですね。でこの電車がどんな路線を走ってたかというと、はい、これは埼京線っていうところにいまして、はい、この路線図見てもらうと分かるように、はい、埼玉と東京を結んでたんですね、はい、で新幹線乗るときに、はい、大宮から、はい、赤羽の間で、はい、なんか通勤電車と喧嘩することありません？確かにこう大宮過ぎるとこうですね、なんか、はい、緑色の電車がありますよね。で大抵新幹線が勝つんですけど、あ、そうですね、新幹線早いですよね。そこでデッドヒートを繰り広げていったのがこの205系ですね、はい、ああ、なるほど。あそこの路線走ってたんですか、はい、で路線図見てもらうと、はい、大崎ってとこの先に新木場ってとこがあるじゃないですか、はい、ここ別の私鉄の臨海線っていう私鉄なんですけども、はい、ここにも直通運転をして、あ、なるほど、なるほど。次の写真で臨海線の車両とのツーショットがありますけども、はい、左が臨海線で右が埼京線、はいはい、ちょっと新しい臨海線に、はい、古い埼京線で申し訳なかったんですけども、あでこの臨海線 の、 路線図見ますと、はい、なんかお台場ら辺を走ってるんですけども、はい、この国際展示場ってとこで、はい、なんか夏と冬に、はい、なんかコミックなんとかとかいうイベントがあるようで、でその205系乗ってみようということで今表示してるの運転席の写真ですけども、はい、
どうですかね、なんか普段あんまり、ね、そうですね、なかなか運転席にかぶりつくことないので、はい、ちょっと運転手さんの目線も怖い時があるんですけど、なんか運転手さん気になりますよね。そうですね、申し訳ないんですけどこの205系を側面から見た写真が次で、さっきドクルドアって言ったじゃないですか、はい、この205系は従来の4ドア車に比べて加えて、はい、この6ドア車を作ることで、はい、よりたくさんの人を効率的に運ぼうとしたんですね。あ、なるほど、ドア多い方が乗客の料理が楽ですもんね。で、これが次車内なんですけども、はい、これ4ドア車で普通ですね、はい、まあいかにも都会の電車って感じで。そうですね。で、6ドア車になるとちょっと席が硬くて、はい、あ、なるほど、あ、これがあのさっき言った上がりできる、はい、このさっきのスイッチで上がり下がりするやつです、はい、あ、もう真ん中にポールがあったり、はい、この6ドア車は座席がなんと混雑時にはパタンって収納されてしまって、はい、じゃ本当にもう立つだけの、そういう立ち乗りだけの非常に大変な電車なんですが、これで中学高校とお世話になりまして。あ、なるほど。ではちょっとあの鉄道マニアだったら誰でも憧れる、はい、運転席をちょっと覗こうということで、はい、え、運転席ですか。はい、中には入れないんですけども、はい、で、まあこれが運転席なんですけども、はい、それを拡大すると、はい、こんな感じですかね。あ、なるほど。で、これを詳しくやると、はい、このメーターパネルってとこに、はい、なんか車両の圧力とか、はい、あ、なんか速度とか表示されて、はい、左のマスコンっていうのはマスターコントローラーの略で、はい、これを左手で握って手前に引くと加速する感じで、はい、ああ、なるほど、アクセルと同じ役割ですね。そうですね、ズバリで、右のブレーキハンドルでブレーキを調節して停車する感じですね、はい、ああ、なるほど、なるほど。で、メーターパネルどんなものか、ちょっと実物の写真をこれも持ってるんですか。これは一応なんかあるらしいですよ。あ、で、手前にプラレールを参考に表示したんですけども、はい、まあ大体こんな結構大きいですよね、これ。そうですね、横幅取りますね、はい、で、これがあのなんかユニット表示灯とか言って、はい、車両の状態を表示してくれるんですね。なんかどういうドアが開いてますとか。あ、で、これはあの205系に初めて搭載された機能で。あ、そうなんですか。で、右の iPod が置いてあるところに時計を当てはめて運転したんです、はい、懐中時計を当てて。そうですね、ズバリ。ああ、なるほど、なるほど。で、これが速度計ですね。ああ、の数字の脇になんか黒い円にちょっと65とかいろいろありますね。これあの制限速度を表示してくれて。ああ、これ以上速度出しちゃダメだよ、はい、ダメだよっていう指標なんですね、はい、ATC っていう。ああ、で、実際にその運転席の動画をちょっと見てみましょうということで、はい、あ、これは中川さんが撮影なさった。はい、で、だん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 、はい、あの駅が近づくとブレーキをかけ始めるんですけども、はい、ポイントは、はい、一番最初にちょっとブレーキをかけて、はい、大きくかけてだん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 緩めていくっていう感じですね。ああ、なるほど、なるほど。で、こうして一番最後にブレーキの衝撃がゼロになるようにするのがプロの運転手なんですけど、はい、この運転手さんは結構うまいですね、はい、あ、なるほど。これ YouTube にも上げたんでぜひ見ていただけると思います。はい、で、この205系も国鉄から JR にかけて作ったと言ったじゃないですか、はい、ちょっと古いのと新しいのを見分ける方法があって。あ、違うんですか、その、はい、微妙に違いがある。古い方がちょっと窓が小さめなんですね、はい。あ、なるほど。逆にこれは古い車種ですか。はい、新しいのはちょっと窓が大きめっていう感じです。ああ、なるほど。で、これはあの、はい、さっき引退するって言ったんじゃないですか、はい、で、あの運よく半分以上はあの再就職先が決まって、あ、別の路線に、はい、あ、今インドネシアに。インドネシア、はい、国外に進出しました。あ、海外輸出するんですか。そうですね。で、こうやってあの新潟港から積んでるんですけども、はい、にインドネシアではこんな感じの塗装で。え、これはさっきの車両ですか。さっきのみどりちゃんがなかなか独々しいと言ったなんですけども、あ、色になりました。なんかすごい色ですね。あ、じゃあこれ、まあ、インドネシアで今走ってるんですか。はい、インドネシアのジャカルタのとこで頑張ってます、はい、あ、そうなんです。はい、そうですね。そろそろお別れの時間が近づいてきました。はい、まあ背景になんか私の恥ずかしい写真が写ってますが、はい、この205系も今年の3月ぐらいに引退してしまうので、はい、東京に行った方はぜひ見てきて、運が良かったら会えるかなっていう感じです。なかなかない走ってないですもんね。もうだいぶ少なくなりました。はい、これは旅行の理由が増えました。そうですね。じゃあそろそろお別れの時間が来てきました。この辺で失礼いたします。さよなら。ありがとうございます。